熱愛疑惑かキング・アンド・ドス・平野ノ・シオト・が、紅白、カウコン、での発言でファンをドキドキさせる。事務所の意向それとも、闇の陰謀キング・アンド・スの平野紫耀と岸優太が、紅白、と、カウコン、での発言について、ファンの間で様々な憶測が広がっています。事務所が言わせた、とか闇を感じるといった声もあります。 今年5月22日にキシユ神タ、ジング平ジユータ、の3人がキング・アンドソ脱退し、長瀬門と高橋山の2人体制となりました。昨年12月31日には、彼らは第73回 NHK 紅白歌合戦と東京ドームで行われた年越しライブ、ジャニーズカウントダウン2022-2023に出演しました。 これらのイベントは5人での最後の参加となり、ネット上ではファンから様々な反応が寄せられています。金プリの3人は昨年11月4日に脱退とジャニーズ事務所からの退場を発表しました。平野と神宮寺はグループ活動を終える5月22日に事務所を離れ、騎士は今年の秋に退場する予定です。その後、彼らは5年連続5回目の 紅白、出場が決まり、5人でどのようなパフォーマンスを見せるのかが業界内外で注目されました。12月28日発売の週刊、フミハルによると NHK 関係者の話として、紅白の一部演出が明かされていました。台本では、スペシャルナビゲーターを務める嵐桜井翔が、キンプリメンバーに対してステージに立つ思いなどを聞いた後、来年5月から、 メンバー5人それぞれの道を歩むという内容で3人の脱退に触れ曲紹介が行われることが報じられましたとジャニーズに詳しい記者は説明しています。桜井とキンプリに関してはベストアーキスト2022でも一言が波紋を呼びました。番組内で桜井がこのメンバーでのベストアーキスト出演は今夜が最後になるということです。 と伝えたところ、一部のファンは、脱退や退場の発表にショックを受け、わざわざ、五人最後の出演、っていう必要はあったのや台本に書かれていたとしても五人最後とか言わないでほしかった、と否定的な意見を述べました。この一見から、ファンの間では、そんな演出はやめてほしいから、NHK にメールする、誰も喜ばないし、本当にそんなやりとりがあったら、 金プリファンは来年から、紅白を見ないと思う、といった反対意見が相次いでいます。実際のステージでは桜井から今夜の、紅白どんな思いを届けたいですかと尋ねられた平野が5人で出る、紅白は最後になると思いますので皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています、と意気込みを語りました。続けて、長瀬は、 たくさんの方の応援のおかげで立てたステージだと思いますので感謝の気持ちを込めながら大切にパフォーマンスしたいと思いますとコメント。そして桜井がメンバー5人それぞれ大変な活躍となりました2022年。たくさんの思いを胸に今夜パフォーマンスを届けますと紹介。彼らは話題となった一番を披露しました。 と、同じ記事では伝えられています。一方、カウコンでは、脱退や退場に触れず、キンプリは異なる対応を取りました。しかし、コンサートの終了後に各グループがステージ上でお客さんに挨拶する場面では、グループのリーダーである騎士が代表して発言し、注目を浴びました。僕ことなんですが。 と切り出した騎士に会場内は一瞬緊張が走りましたが続けてモノマネしてもいいですか都市会の国分大地と井ノ原義彦に確認し少年対東山のりのモノマネでありがとう青山劇場と一言会場は爆笑に包まれました。また改めて今年の抱負は健康第一でと話し紅白とは違って脱退や 退場については触れませんでした。と、コンサートに参加したファンの報告によります。これに関して、なんで、カウコン、では、脱退や退場に誰も触れないの闇を感じたとの声もありますが、騎士に対しては何て言うんだろう。って身構えていたのに、モノマネで笑っちゃった。東のモノマネがめちゃくちゃ似てて最高だった笑い。騎士くんがうまく煙に巻いてて感動した。 ティアラを悲しませない最高の配慮と好意的な感想も少なくありません。こうしてキンプリは最後の5人での紅白とカウコンを成功裏に終えました。しかし5月22日までに再びファンの前でパフォーマンスをする機会があるのでしょうか今後の彼らの活動には期待が高まります。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。